ブドウの十字架。トビリシ商に大聖堂像。ブドウ十字は、グルジア正教会の主要なシンボルである。ブドウの十字架とも書かれ、他に、グルジアの十字架や、聖ニノの十字架としても知られる。十字架は、キリスト教が、イベリア王国で正式な宗教となった、西暦4世紀頃のものと考えられている。その十字架の横に水平な部分が、 やや下へ垂れ下がっている点が特徴である。伝承に基づく記述では、カッパドキア人女性で4世紀初頭に、イベリアにおいて、グルジアの足と見つける社聖ニノが、この独特な形状をした、グルジアの十字架を用い、キリスト教の伝道を行っていたとされている。伝説によると、この十字架は、聖ニノがこのブドウの木で作られた十字架を、イエスの母マリアから受け取った、あるいは、 彼女自身が、ムツヘタへ向かう途中で丹造し、それを彼女の紙と絡めて保管していたと言われている。ニノはグルジアへの伝道の際に、この十字架を持ってきた。しかし、下へ垂れ下がっている、この十字架の一風変わった表現は、近代の初期まで登場しなかった。伝記によると、この聖ニノの十字架は、541年まで、ムツヘタにある、スベティツホベリ教会で保管されていたという。 ペルシア帝国による侵略が行われていた最中、十字架はアルメニアによって奪われ、グルジア王ダビト4世が1124年にムスリムたちからアルメニアの都市兄を奪回するまでアルメニアに保管されていた。その後王により十字架はムツヘタイと戻されている。グルジア王はフタング三世は聖二ノの生涯の一場面を描いた特別な包みに入れて十字架を祀った。 17世紀から18世紀にかけ、グルジアが、ペルシア人やオスマン人からの信仰の対象となった、際、十字架はより安全な場所、すなわちゲルゲティトリニティ教会、その後グルジアの高地にある穴塗り教会、最終的にモスクワへと移された。1801年、グルジアへ亡命したゲオルゲバグラティオンは、ロシア皇帝アレクサンドル一世へ十字架を献上した。 グルジアがロシア帝国に合併された後、アレクサンドル一世は1802年にこの十字架をグルジアへと返還している。それ以来、十字架はグルジアの首都トビリシにあるトビリシオ二大聖堂で保管され続けている。ありがとうございます。